サイレントアイコニックのデザインを担当しました日立製作所の佐藤です。点火線4方向デザインパネル、サイレントアイコニックのご紹介をいたします。天井カセット4方向タイプは気流をコントロールする快適性に長けており、据え付け工事もしやすく、天井埋め込みダクトタイプよりも導入コストを低く抑えられるため、幅広い空間で利用されています。ただ空間の印象に影響を及ぼすこのデザインについては、衣装設計者様にとってご期待に添えない部分もあったのではないでしょうか。既存の天井カセット4方向タイプは3次局面の視覚的要素が多く、直線的な建築空間にマッチしないケースも少なくありません。サイレントアイコニックは天井カセット4方向タイプでありながら、この不調和を解決するためパネル自体の収まりやディテールの機能美を追求しました。サイレントアイコニックは衣装設計者様の希望される空間の中で主張しないデザインを天井カセット4方向タイプにて実現することにより、日立の独自性を創出した新たなオプションパネル、空調の新しい選択肢です。サイレントでアイコニックなパネルをどのように実現したか、3つデザインのポイントがあります。1つ目は吹き出し口です。ルーバー自体とその周囲を黒くすることで視覚的に吹き出し口を隠しました。2つ目は吸い込み口です。周囲に縁を作らずブラインドで覆うことで天井衣装になじみ、吸い込み口の存在感を軽減しました。3つ目はパネル外周部のデザインです。サイレントアイコニックはパネルの厚みを13ミリとし、天井面との間にわずかな隙間を施すことで下から見るとさらに薄く見える工夫も施しました。また天井面との連なりも従来の天井カセット4方向タイプより平面構造にしたことで天井面と一体感のあるパネルにしました。視覚的に主張しない天井面の調和を目指したこのデザインにより、特にクロス天井空間においてその価値を発揮できます。またサイレントアイコニック自体の高い衣装性によりスケルトン空間でも活躍でき、衣装設計者様の内装へのこだわりにも応えることができるのではないでしょうか。高天井空間には最大4メートルまでフィルターを上げ下げできる昇降グリル付きタイプをお勧めします。高いところに据え付けられていてもお手入れがしやすい設計です。クリニックやレストランなど清潔感が求められる場所にはホワイト、バーやホテルなど落ち着いた空間に溶け込むブラックといったように空間に合わせてカラーを選びいただけます。今後の空間衣装における可能性を大きく広げるこの新デザインが認められ、世界の著名なデザイン賞を3つ受賞しました。